安倍政権の思いをここに結集し参加された皆さん、こんにちは。ただいまからスマッシュファシズム安倍アウト、安倍政権の20214大行進 in 渋谷を開催したいと思います。申し遅れました。私、本日の集会にて司会を務めさせていただきます。シールズ自由と民主主義のための学生緊急行動、そして安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合の呼びかけ人をしております諏訪原武と申します。よろしくお願いいたします。同じく本日司会を務めます若者憲法集会実行委員会と、そして愛媛の伊方原発止めます処理では歩むグリーンレモンと呼ばれていました中山歩が司会を務めさせていただきます。よろしくお願いします。私の出身は鹿児島でして、仙台原発が、動いております。今日はですね、原発立地自体の、反原発コンビということで司会を務めていきたいと思います。よろしくお願いします。安倍政権の暴走が止まりません。昨年は夏の安保法制廃止の動きをめぐってですね、多くの市民が声を上げました。安倍政権はこれまで日本が守ってきた戦後の平和主義のあり方を根底から覆す、そしてそれを憲法を無視してまでも進めると、そういった暴走を続けています。そしてそれは安保法制あるいは憲法の問題だけではありません。先ほども出てきました原発にしても、あるいは辺野古の新基地移設の問題にしても、彼らがやっていること、それに共通していることは、彼らにとって都合のいいことを国家のために、あるいは公のために、そういう名のもとに一人一人が大切にされない政治を進めています。私たちはこれに対して明確にノーを突きつけなければなりません。今日はさまざまなイシューで安倍政権に対してノーの声を上げているさまざまな団体が結集して、この安倍政権ノーの集会、そしてデモを開催します。ここに集った皆さんの思いを結集させてですね、本日の集会そしてデモを大いに成功させましょう。そして今目の前には7月の参院選、あるいは衆院選もいつあるかわからないと言われていますが、そういった選挙という形での私たちの、成果を示す時というのも近づいています。安倍政権を止めるために野党は共闘しなければなりません。そして私たち市民もまた広く連帯していかなければなりません。私たち一人一人の力で政治を動かしていく、あるいは社会を動かしていく、そういう形で一人一人が大切にされる、そのようなより良い社会を目指していきましょう。そのために今日ここで大きく声を上げ、広く社会の皆さんに対しても安倍政権のその必要性というのをきちんと訴えていきましょう。本日はよろしくお願いします。ではですね、まずはじめに主催者を代表いたしまして、首都圏反原発連合の三沢レッドウルフよりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。この、安倍政権の実行委員会の、事務局を務めさせていただいております、首都圏反原発連合の、三沢レッドウルフです。本日お疲れ様です。安倍政権の問題についてはもうここで、多くを、語ることもないと思います。いろんな問題、ありますけども、さらにですね、自民党の代議士のさまざまなスキャンダル、甘利元大臣の、そういった賄賂の問題も最近ありました。
そしてちょっとちっちゃい問題ではありますけども、新しいところで、不倫の議員が、辞職を表明したということなど、本当そういったさまざまなスキャンダルも抱えております。なのになぜ支持率が一般的に下がらないのか、甘利大臣の問題の後には下がるどころか5割にまで行ってしまったという、こういったなぜかよくわからないような現実もありますけども、私たちの安倍政権の問題を見過ごさないこの目は本当に曇っておりません。私たちは分かっております。ただやはり世の中には安倍政権の危険をまだまだ気づいてない方もたくさんいらっしゃいます。私たちはそれまでにより多くの人たちにこの先安倍政権で政治を行うとどういった危険があるのかということを伝えたいと思い、今日はこの渋谷でそういったアピールを兼ねてですね、デモをやるということで本日企画をいたしました。安倍政権についてはいろんな問題があります。昨年の安保関連法案、これは国会前に支持の皆さん、総掛かり行動の皆さんの呼びかけで2012年以来10万人、20万人の人たちが国会前にあふれ返りました。私たちはそういった意思をちゃんと持っていますが、まだまだ十分に多くの人々にこの危機感が伝わってはいないという状況であると私たちは考えております。これを今日のこの渋谷の街で大きくアピールをしていきたい、そういった今日のデモの趣旨であります。安倍政権、本当に多くの問題を起こしておりますけれども、何よりもやはり許せないのは立憲主義をも無視した独裁的な政治を進めている点であると思います。これは本当に多くの問題、これの根底にある彼らの政治に対する姿勢であり、これは本当に戦後70年最悪の内閣であると言っても過言ではないでしょうか。ただ数では本当私たちの方が多い、これを私たちは忘れてはいけない。一人一人の魅力は無力ではない。私たちは数で勝てます。必ず勝てます。それを夏の参院選に向けて実現しなければいけません。私たち市民の方はもう準備はできておりますが、本日も野党5党から代表の議員の方たちが登壇してくださいますけども、私たちからボトムアップでぜひ野党は共闘していただいて、選挙で無駄なく勝っていく、そして一人でも多くの自民党の議員を落としていく、これを具体的な目標に定めようじゃありませんか。皆さん、私たちの多くはおそらくあまり地位もお金もないかもしれません。だけど私たちには、安倍政権にはない本当に素晴らしいものを皆さん持っていらっしゃいます。私たちはこの良心を剣にして、そして理想、そして希望、そしてビジョンという盾を持って安倍政権に戦いを挑んでいこうじゃないですか。まだ戦いは始まったばかりです。今日また一つのスタートにして勝っていきたいと思います。皆さん頑張りましょう。ありがとうございます。三沢さん、ありがとうございました。続いてこの夏行われる参議院選挙は、私たちの政治を変えたいという思いを表現する大きなチャンスです。最初に参議院選挙勝利のために一人区での野党共闘を呼びかける運動も精力的に展開している市民連合、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合から、政治学者中野浩一さんがお見えです。スピーチをお願いします。皆さんこんにちは。あったかくなってしまいました。春一番が吹いたと先ほどニュースで言ってまして、つくづくなんでまだ安倍さんが総理大臣なんだろうかというふうに思っている方も多いではないでしょうか。もうとっくの党に退陣していておかしくないのに、なぜだか、まあ理由は分かっているわけです。代わりがないというだけの理由でああいう人がまだ居座っている、この局面を一刻でも早く変えようじゃありませんか。
先ほどご紹介いただいたように、今日司会もされているシールズのスワラさんなど、5団体の有志とともに市民連合という、グループを立ち上げて去年の暮れから活動しております。その目的は安保法制の廃止、閣議決定の撤回を含む立憲主義の回復、そして個人の尊厳を擁護するような政治を実現すること。実は市民連合の原点というのは、私はこの安倍政権の集まりにあるというふうに、とても感謝しています。と申しますのは、去年の10月日比谷野音で、やはり登壇させていただく機会をもらいまして、その時に私が訴えたのは、国家の暴走に首するのか、それとも個人の尊厳を守るその戦いに加わるのか、野党に迫ろうじゃないかということを申し上げたんです。ここに今日集まっていらっしゃる方、脱原発、 TPP に反対する、消費税増税に反対、社会保障ちゃんとやれ、教育を歪めるな、さまざまな、本当にさまざまな、そして沖縄の辺野古、当然安保法制、そういったような問題について思いがあるわけですが、共通の根っこがある。それは個人の尊厳を踏みにじるような政治は政治なんかじゃない、そんな政治家はいらない、そういう思いだと思うんです。これからまだ長い戦いが待っていると思います。雨も降るでしょう。実は今日も去年の夏散々使った雨がっぱを支度に入れて持ってきて、久しぶりにまた着るのかなというふうに思ってたんですけれども、これからまたこうやって暖かい日が戻ってきて、まだ居座るかもしれない、場合によっては衆議院選挙を解散するなんて無茶苦茶なことまでやるかもしれない。しかし我々はこの原点、個人の尊厳を擁護する、それが政治の役割だと、そのための代理人を一人でも多く議会に送り込むということを訴えていきたいと思うんです。そのためにもう一つ今日は提案があります。個人の尊厳を守るというのはとても当たり前のことで、今日ここに集まってらっしゃるような方は当然だというふうに思いだと思うんです。しかし同時に、安倍さんほどひどくなくても意外とそういうこと言ってもふーんって顔してる人身近にいますよね。どういうわけだか人権というような言葉を言っても全く響かないような人、日本には残念なこと多いと思います。これからそういった層に我々の声を届けていかなくてはならない。そのためにはもちろん個人の尊厳を守るという当たり前のこと、口が酸っぱくなくても言い続けること、これは一つ大事なことだと思います。それに加えてもう一工夫、それは何かというと、あんたのためにもならないよということを分かりやすく説明してあげましょう。どういうことかというと、安倍さんの追求しているような政策全てに共通しているのは将来性が全くないということなんです。憲法を壊す、立憲主義をないがしろにする、それのどこが保守なんだ。沖縄県民は日本国民じゃないのか。国土を汚した原発を放置して再稼働、ふざけるな。それのどこが現実的なんだ。現実的な政策はこっちが言ってる持続可能な政策だ。そういったこと、個人の尊厳を大切にする、多様性を育む、こういう当たり前のことをしないで日本の未来が描けるわけがない。貧しい者にさらに鞭打ってどうする。若者を使い捨てるような労働政策なんて守ってやっていけるわけがないじゃないかと、そういったことを分かりやすく説明していってあげましょう。そうやって一人一人経済しか考えてない、自分のことしか考えてない、そういう人たちに向かっても、あなたたち、あなたの子供、あなたの孫、そんなんでどうやってやっていけると思ってるのか、ちょっと考えるヒントを与えてやろうじゃありませんか。最後に一つだけ宣伝をさせていただきます。我々野党共闘ということで呼びかけて、そうやって参議院選挙においてきちんと対抗軸を示す、そのために努力をしていますと同時に、我々なりにやっぱり考えて議論を深めて、力をつけていこうというふうに思っています。2月26日あの226事件のあったその日なんですけれども、中野ゼロホールでシンポジウムを行います。
酒井恵子先生、水島麻生先生が登壇されます。お時間のある方はぜひおいでください。今日は最後まで一緒に歩いて仲間を増やしていこうじゃありませんか。どうもありがとうございます。中野さん、ありがとうございました。参院選に向けて個人の尊厳を守っていくために、野党は共闘の声をさらに大きくしていきましょう。続きまして、これまでも私たちの集会、あるいは安倍政権のに向けた行動を共にしてきてくださいました精神科医、また立教大学教授の加山里香さんが駆けつけてくれました。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今年ももうすぐ3月11日がやってきます。5年前のあの頃、東日本大震災と福島第一原発事故が起きたあの頃、私は5年後の日本がこんな姿になっているとは全く考えてもいませんでした。また5年後の私が、しかも2月14日のこのバレンタインデーにこうやってマイクを握って愛を語ったり、大震災の犠牲者を追悼するのではなくて、こうやって現政権への怒りを大きな声で訴えることになるとは全く想像もしていませんでした。あの頃5年前、私たちは確かに誓ったはずです。あの震災で犠牲になった人たちのことを絶対忘れない。そして被災した方たちへ心を寄せて、原発事故で避難している人たちのための力になりたい、そういうふうに誓ったはずです。しかしあれから5年間、特に第2次安倍政権ができてから、この世の中は一体どうなってるでしょうか。被災地の復興も十分とは言えず、原発事故についてはまだ収束の目処も立っていないというのに、原発は次々再稼働され、秘密保護法が制定され、誤った経済政策により貧困にあえぐ人、またブラック企業で過労を打つなどに落ち込む人が増える一方、あるいはこの東京でもおぞましいヘイトスピーチが毎週のように路上にあふれるような、そんな世の中になってしまいました。私はこの5年間もっと本当は静かに大震災の犠牲になった人たちのために祈る時間を持ちたかったです。本当はもっと被災地に出向いて精神科医という専門を生かして復興のために力を尽くしたかったです。でも安倍政権があまりにも愚かで誤ったひどい政策を次々と繰り出すので、私たちはその時間を、被災地のための時間を十分に取ることができなかったのではないでしょうか。きっと皆さんも同じだと思います。私は今はっきりと気づきました。私たちがお互いのことを思いやり、優しい気持ちで暮らしていくために、一度だけ立ち上がって大きな声を出して、いつもはそれに慣れていない人でも怒りの声を上げなければいけないということです。今や平和というのは静かに作り上げていくものではなく、それを強引に私たちから奪おうとする人の手から断固として戦って奪い返すものになってしまったのです。皆さん、この戦いが終われば、私たちは本来の穏やかな自分や優しい自分に戻れると思います。私も元々のおしとやかな自分に戻りたいと思っています。その通り。でも今はちょっと普段の皆さんの優しさや穏やかさや慎み深さを封印して、一緒に立ち上がって大きな声で拳を振り上げて怒りの声を表明していきましょう。そして私たちから、この静かな生活を奪おうとしている人から、本当の平和と思いやりと希望を取り戻していこうではありませんか。きっと未来の2月14日このバレンタインデーには、私たちは静かにそれぞれのお家で愛を語り合ったり、あるいは大震災の犠牲者のための祈りの時間を持っているものだと思います。
それを信じて今は心を高く高く掲げて、そして、戦っていきましょう。この戦いに必要のない人が一人もいません。皆さん一人一人の力が本当に必要です。これから私たちはデモ行進に出発しますけれども、その隊列から誰一人としてこぼれ落ちることがないよう、お互いの顔を見ながら励まし合い、そして手を取り合って一緒に元気よく進んでいきましょう。これは私の戦いでもあり、あなたの戦いでもあり、私たちの戦いなのです。ありがとうございました。加山さん、ありがとうございました。加山さんのお話の中にもありました、加山さん自身できることを本当だったらやっていたい。私たちシリーズも学生緊急行動、緊急の行動としてやっている。多分皆さんもそうだと思うんです。それほどに今の状況というのは深刻なものです。だからこそ安倍政権のこの声を今大きく上げて、早くこの段階を終わらせましょう。そしてそれぞれ多分できることがあるんです。それをやっていけば社会必ずいい方向に向かっていきます。そういう段階に早く移行できるよう、広く安倍政権の声を、今日も掲げていきたいと思います。ここで大事なお願いがあります。今集会中に腕章をつけたスタッフがカンパ周りをしています。集会が終わった後も解散地点でカンパの訴えをしてカンパ集めをしています。先ほど主催者挨拶で三沢さんもおっしゃっていましたが、ここに集まっている私たちはお金も地位もないけれども、でも今の政治を変えたいという思いで集まった一人一人です。こういうデモを続けていくにはどうしてもお金が必要になってきます。みんなで気持ちを持ち寄って、財政的にもこのデモを続けて必ず政治を変えるために力にしていきましょう。よろしくお願いします。もう一つ、お知らせがあります。このようなリーフを作りまして、すでに1万部が配布しきっています。で、数に限りがあるんですが、そこの本部の方で、実際のパンフレットを置いていますので、手に取ってみたい方は本部の方に声をかけていただきたいと思います。ぜひこれを配布して世論をもっともっと広めていきましょう。続きましてですね、先ほどもお話の中で何度も出てきましたが、今年は参院選があります。そしてもしかしたら衆議院選挙もあるかもしれない。そういう形でまた私たちが去年の夏のように、政治家の皆さん、政党の皆さんと私たち市民が共同して戦う、そういう場面も増えてくるかと思います。本日の行動にはですね、野党5党へのご案内も差し上げました。各党から代表の方が見えていらっしゃいます。順にご紹介したいと思います。まずですね、民主党から元内閣総理大臣、衆議院議員の菅直人さんにいらしてもらいました。続きまして、社会民主党から参議院議員で党幹事長の又市誠二さんです。続きまして、日本共産党参議院議員で党副委員長、政策委員長の小池晃さんです。続きまして、生活の党と山本太郎と仲間たち、前衆議院議員の日高剛さんです。最後に維新の党より衆議院議員で国会対策委員長代理の初鹿晃弘さんです。では、菅さんの方からスピーチをお願いしたいと思います。では菅直人さん、よろしくお願いいたします。昨夜の嵐が
皆さんの熱気で吹き飛んで、こういう太陽の下でいよいよ野党の共闘で安倍政権を打倒する、その気持ちを一つにする会合にお招きをいただきましてありがとうございます。民主党に対してもうちょっとはっきりしろという声が私の耳にも聞こえてきております。そして今日のこの会合に私は民主党の党を代表して出てくるように、このように岡田代表からも言われておりましたので、そのことが私たち民主党の姿勢を少しずつ前に進んでいることをぜひご理解いただきたいと思います。私は2月の7日にこういうポスターを吉祥寺で発表いたしました。個人の名前はどっちでもいいんです。下だけ見てください。安倍政治の暴走をストップさせようじゃないか、皆さんそうですよね。これは市川團十郎がお箱にするしばらくという歌舞伎のその構図をちょっと拝借したんですけれども、大悪者が善良な人を殺そうとした時に市川團十郎を演ずる主人公がしばらくと言ってそれを押しとどめて逆にやっつけるという痛快な芝居なんですよね。どうでしょう、これを今年の参議院選挙あるいは衆参ダブル選挙で見事に皆さん方の力一緒になって実現しようじゃありませんか。私は端的に3つのことを申し上げたいと思います。一つは言うまでもありません。いよいよ5年になろうとしているあの福島原発事故、本当にですねあと紙一重でこの渋谷を含む東京を含む5000万人の人が避難をしなければならない。1ヶ月で2ヶ月じゃないですよ。チェルノブイリは今年で30年経ってもまだ30キロ圏から避難が続いてるんです。もしそうなっていたらどうなってたでしょうか。私は日本という国がまさに壊滅寸前の状況があの 3.11 の福島原発事故であり、そして福島原発事故の事故は現在も1号機2号機3号機の中溶けた核燃料があって、それがもし万が一外に出るようなことがあれば今でもこの東京が危なくなる。事故は続いてるんです。事故の原因もきちんとは解明されていない中で仙台原発や次々と原発が稼働させられている。こんな安倍政権の暴走は何としてもストップさせようじゃありませんか。そしてもう一つは言うまでもありません。あの安保法制、自衛隊を海外に出して戦いに参加させるとんでもない、先日も中村哲あのワルシャワ、あのアフガニスタンで頑張っておられるお医者さん何と言われたか、とにかく自分たちは制服を着て銃を持った自衛隊が来てくれないおかげで自分たちの活動が続けられているんだ。アフガニスタンの人からすれば制服を着て銃を持った人は自分たちを殺しに来るとみんな思ってるんだ。もちろん銃を持たないで行く方がもっと勇気がいるんですよ。しかし私たちがそうしたことに貢献するにはその勇気を持って銃を持たないでそういった皆さんを助けていこうじゃありませんか。最後にもう時間ですので、若い皆さんが経済的に大変厳しくなってる、なんでしょうかこの国は。若い人が奨学金で首が回らないなんていうことは一体ありえないじゃないですか。
い人が未来に希望を持てる国であることこそが私たちが目指す道であり、この安倍政権の暴走をストップさせなければならない、もう一つの理由だと考えますが、皆さんいかがでしょうか。私たち民主党もなんとか私と同じような考え方で一致して野党の他の皆さんと一緒に頑張りたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げて私のお伝えとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。神田元さん、ありがとうございました。今民主党に対していろいろな声があると思いますけれども、ぜひ野党共闘、その強いリーダーシップを発揮していただきたいと思います。続きまして、社会民主党又市誠二さん、よろしくお願いいたします。社民党の幹事長をしています又市でございます。安倍政権の 2.14 大行動に結集された皆さんに党代表して心から連帯のご挨拶を申し上げたいと思います。安倍総理は今年の1月4日記者会見で、新しい国づくりに向かって新しい挑戦を始める年にしたい、このように決意を述べました。そして1億総活躍社会づくりを進めると述べたわけですが、これは額面通りに受け取るわけには全くいかない。彼は常に初めに経済最優先などと言いながら選挙をやると、例えば2013年アベノミクスなどということを言って、結局選挙に勝ったら特定秘密保護を強行する。そして2014年の年末に消費増税は見送ります、こう言って選挙に勝ったら集団的自衛権行使容認と安保法制を持ち出してくる。この手法、騙されてはなりません。残念ながらこんなひどい安倍政権がだらだらと3年以上も続いているということは、一つはこのような騙しの手法にまだまだ騙されている国民がいるということ、同時にもう一つは、さっき中野さんが言ったけれども、残念ながら安倍一強政治に対して野党がだらしないから自ら我々は反省をしなきゃならんと思います。何としても安倍は今やろうとしていることは、もうすでに皆さんご承知の通り、向こう2年以内に参議院選挙で3分の2以上を取るならば、自分の任期中にどうしても憲法改悪に突き進みたい、このことに挑戦をすると言ってるわけですから、今日ここに結集された皆さんは誰一人としてそのことに首すことはできないでしょう。何としてもこれを阻止するために、今度の参議院選挙どうやっても我々野党が結束をして戦わなければなりません。多くの皆さんの中に野党は共闘というプラカードを持った人はたくさんおいでになる。今月の2月4日の幹事長懇談会でここに揃った野党5党の幹事長、職局長の中で3つのことを確認をいたしました。1つは安倍暴走政治を阻止し、立憲主義を回復するために院内外で連携協力して戦おう。2つ目に、憲法違反が明白な戦争法の廃止法案を共同で提出し、その実現を図ろう。そして3つ目に、参議院選挙は32の1人区においては可能最大限候補の一本化を図って、そしてどうやっても今度の選挙でいうならば改選議席の過半数以上できれば与野党逆転に向かって進もう。このことを大筋合意をいたしました。
勝利を残して大道に着くとはまさに今の状況、このことを言えるんだろうと思います。私たち社民党もこうした確認をしっかりと実現するために全国各地で皆さんと連携して力いっぱい戦っていく、そのことをお約束したいと思います。何としてもこんな馬鹿げた未来に何の展望もない安倍政治を一刻も早く倒すために、今度の参議院選挙力を合わせて共に頑張りましょう。全体のご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして日本共産党小池晃さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、日本共産党の小池晃です。安倍首相は自分が責任者だからといって憲法の解釈をひっくり返して戦争法、安保法制を強行いたしました。そしたら今度は一億総活躍社会だと言い出している。子ども出生率上げるというけれども、子育ての喜びのためじゃないんです。子どもたくさん産んで国家に貢献してください。どこまで上から目線なんでしょうか。原発に依存しない社会を作ると言っていたのに原発再稼働を次々と進めております。主要5品目聖域は守る、 TPP 断固反対、こう言っていたのに断固推進に突き進んでる、嘘ばっかりではありませんか。高市総務大臣は憲法9条を変えちゃダメだと繰り返す番組は電波の停止もあり得ると言いました。皆さん、放送法というのは第3条で何人たりとも放送の内容に干渉を規律してはいけない、憲法21条の表現の自由を保障するために国家権力が放送に口出しするなというのが放送法ではありませんか。高市さんは公平かどうかを判断するのは大臣だと言いました。高市さんが公平かどうかを判断するんですか。その基準はうーんと右の方に寄ってしまう。日本中のテレビ局が桜チャンネルみたいになっちゃうじゃありませんか。皆さん、個人を国家を個人の上に置く、首相が憲法の上に自分を置く、表現の自由も圧殺する、これはもはや民主主義の国ではない、独裁国家というほかないではありませんか。だから今立憲主義を守ろうではないかという声がこれだけ広がっている。立憲主義というのは何のためのものでしょうか。一人一人の個人の命を、権利を、一人一人の多様性を保障するために国家権力の手足を縛る、これが立憲主義ではありませんか。立憲主義を破壊した政治は一日たりとも長続きさせるわけにはまいりません。皆さん、戦争法を廃止をいたしましょう。立憲主義をこの国に取り戻そうではありませんか。今日も野党は共闘という声が大きく広がっています。皆さんの声が確実に政治を動かしています。今日も菅直人さん、元民主党の代表が民主党の代表としてここに来られたとはっきりおっしゃった。そして19日には野党5党が共同して戦争法廃止法案を国会に提出をするという運びになっています。この皆さんの動きが、この戦いが確実に前に動かしています。皆さん、何としても
来たるべき参議院選挙、全ての一人区で野党が力を一つに合わせて自民党安倍政権を打ち倒すことができるように力を合わせようではありませんか。日本共産党もそのために全力を尽くして戦い抜く決意を表明して、民主主義を守る皆さんの思いとともに今日一日歩き抜きます。頑張りましょう。ありがとうございました。小池晃さん、ありがとうございました。今、ウークの凱旋者が見えていまして、ちょっと今後トラブルがあるかもしれないんですけども、私たちは一人一人を大事にする社会を作っていかないといけません。そのために非暴力で戦わないといけません。トラブルも懸念されるかと思いますけれども、集会そして行動の成功のために皆さんご協力をお願いいたします。続きまして、生活の党と山本太郎と仲間たち、日高武さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。生活の党と山本太郎と仲間たち、長ったらしい政党名ですいません、日高と申します。今日は皆さんと共に戦う、その激励にを気持ちをどうしても伝えたくて、私だけ現職ではありませんけれども政党代表として熱い思いをお訴えに上がらさせていただきました。よろしくお願いします。先生方からさまざまな話がありましたけれども、一番お訴えをしたいことは、今こそ野党が力を合わせるべき時であるということに尽きるんだと思いますけれども、皆さんいかがでしょうか。江戸幕府を倒した、そして明治維新を作った時も歴史に名を残した偉人の方々は、実はあの時幕府を倒してから世の中をどうするかと、日本を、国家をどうするかという思いはそれぞれバラバラだったんです。坂本龍馬にしても勝海舟にしても、しかし幕府を倒そうという一点でみんなで共闘をした、力を合わせた結果歴史が前に進んだではありませんか。だからこそ皆さんと一緒に力を合わせて、今野党が大きな大きな前進を遂げなくてはいけない。皆さん集会に戻ってください。まだ集会やっておりますので、こちらの方は慣れてる方と警察の方、すいません、続けさせていただきます。いずれにしましても、皆さん今プラカード出していただいております。民主主義を取り戻す、皆さんいかがですか。立憲主義を取り戻す、皆さんいかがですか。そのためには野党共闘、周りに負けないように皆さん頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ野党共闘よろしくお願いいたします。今一部 アナウンスが入っているかと思いますけれども、現在まだ集会進行中ですので、またトラブルを避けるためにも皆さん集会の輪の方に戻っていただけるようご協力をお願いいたします。よろしくお願いします。では続きまして、維新の党葛飾明宏さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。安倍別動隊の大阪と別れた維新の党の葛飾明宏です。いつもの渋谷だったらハチ公前で公用演説会やるわけですが、バス停が作られたんですよね。なんかおかしいと思いません。誰かの何かの力が働いたとしか思えません。でもその結果、もっと多くの人が集まれるこの会場でできたこと、本当に嬉しく思ってますよ。そしたらどうですか。今度あんな嫌がらせしてきてるんですよ。言論というのは何なのか、民主主義は何なのか、全く理解していない行動ですよ。皆さんそう思いませんか。今株がものすごい勢いで急落をしております。アベノミクスは失敗だったということが明らかになり始めております。そろそろ国民の皆さんも気づかないといけません。アベノミクスの利益を誰が享受をしたのか、ここにいらっしゃる皆さん方、おそらく多くの人たちは賃金が上がった、上がってないですよね。実質賃金は
0.9% 減少しております。中小企業の皆さん、円安で得しましたか？むしろ燃料費が上がって、材料費が上がって、経営が苦しくなったという方の方が多いんじゃないですか。大企業の経団連の社員でさえ、恵まれてるあの人でさえ、収入が上がったの 2% ですよ、給料が上がったの。その一方で大企業の役員は 22% 役員の報酬って上がってます。で、一番ですね、2015年の末に役員報酬たくさんもらった方、いくらもらってるか分かりますか？カルロス・ゴーンさんで10億なんですよ。これもすごいですよね。でも一番もらった人、昔野球のチーム持ってた保険会社の人、54億円ですよ。皆さん、年収500万の人1000人雇える金額ですよ。それだけじゃないんですよ。これは役員報酬ですけれども、株の配当、アベノミクスは株高ですよね。それで利益を得た株の配当を一番もらった役員、携帯電話屋さんですよ。92億円ですよ、配当だけで。売ったわけじゃないんですよ。これがアベノミクスの正体ですよ。職員は 2% 程度の賃上げ、一般の人たちは 0.9% の減収。でもお金持ちの役員たちはどんどん収入が増えている。それだけじゃありません。自民党への企業団体献金 12% も増えてます。皆さん方の賃金の伸びの6倍も献金が集まっている。そしてそのお金を企業の生産減税ということで、今日も朝日新聞に載ってましたね。1兆2000億円業界のために減税をする。庶民は消費税の増税ですよ。全くあべこべじゃないですか。こんな間違った政治をこの先も続けるのかどうか、それがこの参議院選挙で問われております。しかも安倍総理は3分の2取って改憲って言ってますよ。憲法を変える、しかも9条を変えるだけならまだいいですよ。緊急事態条項、よくはないですけどね、緊急事態条項を作ると言ってるわけですよ。これは何かと言ったら、憲法を停止をして総理大臣が何でもできるようにする、そういうことですよ。ナチスよりもひどい、本当にひどい。皆さん、こんな国に日本がなっていいんですか？なっていいんですか？止めるためには参議院選挙で勝たなければならないんですよ。だからここにいる野党の5党がまとまって戦わなければなりません。民主主義が壊される、そういう時に細かい政策の違いなんてどうなっていいじゃないですか。違いますか？国家の危機ですよ。民主主義が、長年続いてきたこの民主主義が壊されようとしている時に、細かい違いなんかもうどうなっていい。とにかく参議院選挙は一致団結して、しっかり安倍政権と戦っていく、それが私たち政治家の役割であると思っております。ぜひ皆さんもその力を我々野党にお寄せいただいて、この参議院選挙、何としても安倍退陣に追い込んでいこうじゃありませんか。安倍総理、改憲って言ってますけれども、じゃあ改憲してもらいましょう。憲法改正じゃないですよ、退陣の改憲ですよ。退陣記者会見を参議院選挙の後にやってもらうように、皆さん一致団結して、皆さんと共に我々も頑張っていくことをお約束いたしまして、私からの連帯のご挨拶とさせていただきます。皆さん頑張りましょう。葛飾さん、ありがとうございました。今ここに揃った皆さん、安倍政権が雇用の問題か、そして野党は共闘しないといけない、その声を上げていただきました。最後に手を取り合って野党共闘の決意を示していただきたいと思います。野党は共闘、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 野党は共闘。
ここで皆様に1点お知らせがございます。最初の方でアナウンスいたしました、安倍政権の問題点をですねまとめた安倍政権ノーのリーフレットなんですけれども、こちらが本日用意していた分が、全てはけてしまいました。でですね、リーフレットの方なんですけれども、ホームページの方からですね、ご注文いただくことが可能です。ぜひ皆さん、たくさんですね注文していただいて、そして皆さんの周りの人に配ってください。そして安倍政権がいかにおかしいのか、これを伝えていきましょう。よろしくお願いいたします。デモの出発までいよいよ残り少しとなりました。集会の最後に今全国で大活躍の若い世代を代表してシールズの牛田義政さんにコールとスピーチをお願いします。あ、お疲れ様です。シールズ牛田と言います。ですね、だんだん疲れてきました。同じことをやっています。で、安倍批判もう出そうと思えば無限なんですね。だけどまあ簡単に片付けられるわけですよ。もう立憲主義の精神に反しててっていうことは、つまり憲法が読めないわけですよ。憲法に反してるってことは。で、日本語が読めなくて何が愛国だって話で、ダメになって話なんで、とりあえず安倍政権批判はもういいんで、ちょっと我々の話をしましょう。で、我々ちょっと疲れてきました。正直言って疲れちゃダメなんですね。で、ここで僕が、ちょっと時間ないんでさっくり言いたいことは、反復を恐れないってことです。僕らは何度も何度も同じようなデモをして、で疲れてきます。だけども、でしかも失敗します。だけども諦めちゃいけない。でそれは、僕この間香港のでデモをやった天笠革命のジョシュア君とちょっと話したんですけども、その時にジョシュア君が言ったことは、社会運動はそんな簡単には成功しないってことです。10回やったら 9回失敗すると。10回やって1回成功すればいい方だと。だけど失敗、ずっと9回失敗するわけですよ、10回やったら。だけどその失敗の中で我々が得られるものは必ずある。で、その失敗の中で得たものを見なきゃいけないと。つまり今回の今日のこのデモも無意味なものではない。ずっと俺らは諦めないぞと。成功するのは超大変だし、ほとんど不可能に近い。だけどもその可能性は絶対にゼロにはならない。その絶対にゼロにはならない、成功するかもしれない、変わるかもしれないって可能性にギャンブルし続けることが、僕らができることであり、それを保ち続けるこの意思が大事なんですね。で、ジョシュア君が言うのは、我々が市民は学者よりも知恵がないかもしれない、アーティストよりも影響力がないかもしれない、だけど我々には意志がある、そういうことを言ってたんですね。だから僕らは諦めないぞって意志をキープし続けるってことですね。ということで、もうやりましょう、続けましょう。というわけでコールします。野党は共闘、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 安倍はやめろ、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 憲法を守れ、憲法を守れ、戦争反対、戦争反対、言うこと聞かせる番だ俺たちが、言うこと聞かせる番だあなたが、言うこと聞かせる番だ国民が、言うこと聞かせる番だ国民が、民主主義ってなんだ。ありがとうございました。牛田さん、ありがとうございました。本日の行動ですけれども、今この集会だけで4000人以上の方が集まっています。さらにそれだけではなくてですね、デモから参加しようとすでに多くの方が待機しているというような、そういう状況であります。
ここからデモが始まりますけれども、皆さんの力でこの行動を成功に導いていきましょう。そして今日沿道にいる多くの方々にも、私たちは自分たちの言葉を伝えなければなりません。安倍政権の、あるいは個人の尊厳を取り戻す、そういった政治の実現のために広く声を届けていきましょう。ではデモに向けて説明などに入ります。よろしくお願いいたします。皆さん、この集会参加本当にご苦労様でした。そして最後、皆さん、我々の声を社会に、そして道行く人たちに訴えるデモに移りたいと思います。皆さんの熱気がこの小雨を吹き飛ばして、そして暖かい日を迎えることができたと思います。我々のこの大きな熱い心で、本当に日本中、そして世界の人たちに温かい心を取り戻させる、このために我々さらに団結して頑張りましょう。それでは今日のデモですが、あちらの方、公会堂の方の出入り口からスタートしまして、そして渋谷駅のハチ公前を通る、それからご存知の方はご存知だと思いますが、明治通りという通りを通りまして、ぐるっと回って原宿の駅前、今日もたくさん若い人たちが出てると思います。この原宿の駅前を通って、今度は逆の向こうの方の代々木公園の出入り口に戻ってくると、こういうコースになっています。ぜひ皆さん、先ほどもちょっと妨害文書が来ていましたけれども、この妨害を跳ねのけて、毅然とこのデモを成功させることを呼びかけたいと思います。それでは今並んでいる順番を大事にしながら、向こうの方に向かって少しずつ移動していくことになります。向こうの出口のところで、隊列を組んでいただきますので、そちらで指示しているスタッフがいます。そのスタッフの指示に基づいて、急がずに、怪我をしないようにゆっくりとデモに出発したいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。